はい、えーピックという映画についてネタバレしたいと思います。えー、まあ今話題のニコラス・ケイジさん主演ですね。えー、でまあえー豚っていう映画なんですが、えー、豚をね、えー、取り返しに行くロードムービーみたいな感じになってまして、えー、まあ、とんでもいい映画かなと思ってたんですが、なんか評判がいいんですよね。で、 えー、見に来まして、今東京だとシネマ借りてさんで、えー、夜に一回だけで、それだけなんですよね。えー、まあ、えー、平日の夜に行ったんですが、うんえー、まあ、 三分の一か四分の一ぐらいって、まあそこそこ入ってますね。えー、なので多分土日とかは満員に近いくのあるんじゃないのかなってね、思いますね。これから多分下がることはないんじゃないのかなと思います。まあ、何がいいのかっていうと、まずですね、この、まあふざけたというか、まあ豚って名前に豚ってつけるのもすごいですよね。映画のタイトルにね。えー、それ、 で、豚っていう映画にですね、えー、もうむちゃくちゃアートなんですよね、えー。色、色調とかですね、光の加減とかが。まあ、それだけではっきり言って2時間ぐらいですか。えー、その、絵を見るだけで、ぼーっと絵を見るだけで2時間過ごせるぐらいの、 えー、絵力があって、まあなんか有名な方らしいんですよね。それは詳しく解説されてる方がいくらでもいると思うんで、えー、省略しますが、えー、まあ、絵をね、見てる。だからアート映画っていう感じなんですよね。始まり方からね。で、まあ、チャプターが、えー、3つあって、まあ、料理、 なんですよねしかも料理も料理名ではなくてなんかシチュエーション名になってるわけですね、まあ、だからそこからもして、まあ、料理の話なんですが、えー、料理の中のレシピの話ではなくて、えー、そのシチュエーションそ,のそれにまつわるエピソードの話なんだよっていうのがまあ最初でわかるんですよね、えー、まあこれネタバレ しますと、えー、これは料理の話豚っていう名前なんですが料理の話なんですよねでまあ豚って言えばまあ料理の、えー、材料なんですが、えー、それを、えー、愛している男の話ということでこれもちょっとなんか魚くんっぽくなってますよねでまあ豚をね、えー、誘拐されてまあ豚っていうのはこれは、えー、トリュフ豚トリュフ豚ですね、えー トリフを探すね優秀な豚さんでこれを縄張り争いとかねそれからまあ俺の島を荒らすなみたいな感じの構想の中の一つで豚さんを誘拐されたというところからストーリーが始まって仲介人ですねバイヤー 若いバイヤーに頼んで、えー、街に戻って、えー、でもそのポートランドっていうところをですね、で、そこでファイトクラブになったりって、まあ、えっ、ー、と、ファイトクラブの人が住んでるらしいんですよね、ポートランド。で、なんかこう、飲食店の地下がつながってて、本当に、えー、そこで、えー、賭博とかが行われてたということらしいんですが、えー、このポートランドというところは、えー、なんかグルメタウンらしいんですよね。 えー、なんか日本でなんかもうグルメタウンが多すぎてあんまりこう街ごとグルメっていうところはあんまり聞かないっていうかわからない私は知らないんですがなんかポートダウンっていうところはそのグルメタウンになっててまああの中間のチャプター2で出てくるあのもっとねえーえー、雇い 雇われのね、えー、シェフが出てきます。SDGs なシェフが出てきますが、まあ、あの方の店のようなのが多分いっぱいあるんでしょうね。それでそのセレブが、その、えー、グルメタウンの、えー、グルメを食べるためだけに別荘を、えー、何軒も持ってるみたいな感じらしいんですよね。まあ、だからご飯を食べるためだけにそこに住む。 っていうのは、えーまあ、日本ではちょっとなかなかないと思うんですが、まあ私もでも神楽坂に引っ越したのはそういう理由なんで、まあ、えー、割とあるかなと思うんですよね。で、まあ、えー、その、このニコラス・ケイジーさんがね、えー、そのトリフマスターだと思ってたら、実は、 えー、名のあるシェフだったというところから始まるんですが、えー、みんなが恐れるほどの名のあるシェフっていうね、感じなんですよね。まあだから、えー、まあ美味しん坊なんですよね。で、貝原雄山みたいな感じなんですよね。で、まあ貝原雄山、 が、えー、元年を取って、丸くなりすぎて何も喋らないみたいな感じの人になってるんですね。なんか冒頭ね、えー、土を食べるシーンもあって、なんか美味しんぼ読んだんじゃないのかなっていう感じがすごいしますね。で、美味しんぼのエピソードを、三、えー、つやるみたいな感じで、どれもなんか美味しんぼで見た風景なんですよね。でもまあ結構ね、刺さるんですよね。この、えー、ニコラス・ケイジの言葉がね。 え、科目なんですが言うときは言うと。しかも感情を、えー、押し殺した感情を出す演技っていう、いや、本当うまいなぁと思うんですよね。えー、感情がね、えー、ないわけではないんですよね。むしろ熱いんですよね。だけど、演技的には、かなり、えー、その、オーバーアクションとか、声を上げたりとかではなくて、えー、その、 声の大小ではない、それから声の高い低いではない、えー、その説得力のあるね、演技で、えー、まあ、説得をするというよりは、なんかボソボソ喋っていって、相手を泣かせてしまうみたいな感じ。だから泣かせ映画なんですよね <laughs>。そこがまあ、なんか美味しいものと全く同じで、えー、まあね、釜製犬でね、まあこの、 えー、元、えー、首にしたシェフ、今は有名になったシェフのお店に行くんですよね。で、そこで、えー、シェフを呼んでくれっ、つってシェフが来たら、気づいて、あ、何々さんですかって気づいて、じゃあちょっとピノノワール持ってきてっ、つって、一緒に飲んじゃうぐらい、まあ、それぐらいの人なんですね。で、その時に、えー、まあ、シェフがすごい、 ま、ベラベラね、説明するんですね。今話題のあのなんとか料理ってやつですよね。あの、分子料理ですか。液体窒素とか使ったね。ま、あ神楽坂にもありますよね。だからそういう、えー、まあ、テクニックと、それからやっぱ基本は見栄えですよね。見栄えを良くするためにテクニックを使うみたいな感じ。そして、 え、料理に説得力を持たせるために、まあ、あ地産地消です、みたいな感じの説明をね、ベラ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 するんですよね。それを、えー、シェフを呼んできてもらって、シェフを襲らせて、で、えー、ニクラスケ事ジが、俺を、俺がね、お前を首にしたのは、お前のパスタの茹で方が下手だったからって、これもね、美味しいものにこのエピソードありましたよね。えー、パスタ、 に愛情がないイタリアンシェフの話ですねで私もね、なんかね、あるんですよね。そういう経験が。いまだになんですけど、えー、腕がいいね、えー、マスターなんだけど、なんか、えー、なんか麺にね、愛情がないんですよね。だから、腕るから、 麺は出しとくみたいな感じなんですけど、麺のその素材とかは全部いいんだけど、なんか麺の湯切りですか茹で方と湯切りですかねがね、ちょっと足りないんですよね。だからせっかくのスープとかが薄まっちゃってて、多分基本じゃないかなと思うんですよね。ただ多分麺に対する愛情がないんじゃないかなっていうねえ、お店があって私は通ってるんですけど。 <laughs> 麺は食べないですけど、麺はね、たまにまあ半年に一回ぐらい食べて、まだ、まだ気づいてないのかなって感じなんですが、えー、まさしくね、あの、美味しいものを、えー、スパゲティ対決の回ですよね。で、まあ、えー、カイバルユーザが幼稚園児に教えるようなものだっつって、 えー、席を立って,て出てくるというあのエピソードですよね。それをちょっと最初に一応こうジャブでね、えー、ぶっ込んできて。そしたらまあ、えー、お前はね、本当に会いたかったことじゃねえだろ、これは、みたいなこと言って <laughs>。いやね、本当ね、まだカマセイヌの段階なんですけど、ほんと心に染みますよね。お前がやりたかったのは、 アイリッシュパブだろうと。えー、なのになんだこれはってね。えー、お前の人生を生きろってね、いうことを言うんですよね。えー、そしてお前のことなんかね、こんなにいろいろお前がこうやっていろいろこう気使っててお前じゃない人生を生きてるのに、お前のことなんて誰も見てないんだぜって言うんですよ。もうきつすぎますよね。じゃあ何のためにやってんだって感じですよね。 まあえー、この生き方ね今ね何を言うかねちょっと忘れてしまいましたが <laughs> この何のためにね、えー、仕事をしてるのかっていうのがね、えー、この釜生乳のこの段階でね えー、結構ね、泣けちゃうんですね。これがまだ前半のクライマックスですかね。えー、なんかおも、ちょっと思い出したらまた喋ります、えー。そしてまあ、えー、今度は、えー、そのボスのとこに行くわけですね。まあ、これもドールプレイングっぽいんですがで、ボスが実はこの仲介人のバイヤーのお父さんで、えー、お母さんとの確執があって、 お母さんは自殺未遂をして、えー、まだ意識不明で入院中みたいな感じなんですよね。で、えー、そのお父さんの方は、えー、息子に心を開いていないみたいな、まあ息子が、えー、お,かお母さんの お母さんのことで確執があるということでこの構図は貝原雄山のただあと山岡四郎の構図とそっくりっていうねだからこう山岡四郎と貝原雄山が対決するというのがおいしんぼのプロットなんですがそこにまあ えー、栗田さんっていうね、山岡四郎の、えー、婚約者が出てきて、海原雄山の、えー、間を取り持とうとするんですが、この栗田さんの役割になるのが、えー、ニコラス・ケ事ジっていうところなんですよね。だから、山岡四郎が栗田さん化してるみたいな感じになってて、うん、やっぱり美味しいも読んだんじゃないのかなって思いますね。 <laughs> では、えー、このニコラス・ケイジ、扮するとこのこの、かつては名を挙げたね、えー、シェフが、えー、こう別に料理に凝らないんですよ。だからこれがね、えー、すごいですね。このレシピをちょっと材料集めてきてっていうんだけど、えー す、すごいなんか凝った料理とかではない。まあ凝ってるとは思いますよ。もちろんね。えっ、ー、と、レストランで出てたやつなんで。ただ、えー、その息子はね、えー、バイヤーは、わけわからず、えー、その料理を、料理ので材料を集めに行くんですが、その過程で、えー、そのニコラス・ケイジの、えー いろんな秘密を知りながら。まあ、その料理集め、材料集めそのものが、えー、その、バイヤーのね、えー、修行の旅みたいになってて、まあ、これもうまくできてて、えー、で、料理集めをニコラス・ケージもするんですが、それも、えー、なんか、えー、パンをね、思い出のパンを、えー、買いに行くんですが、それがなんか、どうやら娘がね、えー やってるパン屋さんっぽいんですよね。で、このシェフがなんか失踪かなんかして、何年か店をそのまんまにしてたんだけど、もうしょうがなくて、パン屋にしたと。私はパン屋、パン屋、私はパン屋き職人だから、パン屋にしたっ。つって、で、そこで、えー、娘のあの時の同じレシピのパンをくれ、あるかっ、つって、もちろん出してると言って、それを一本だけもらってって、ついでに、 えー、バイヤーの分とニクラス・ケイジの分の、えー、焼いたパンをもらって、えー、そして、えー、カマロの中でね、スポーツカーの中で、えー、そのパンを二人で分けて食うっていうね <laughs>。キリストになって、いきなりキリストになるっていうね <laughs>。 ファンを分けて食べる、こう、父、えー、バイヤーとニクラス・ケイジみたいな、ここでまあ親子関係みたいなの、ちぎりがね、えー、結ばれるんですよね。そしてまあ、クライマックスは、えー、そのバイヤーの父であるね、えー、トリフ元締めのボスのとこに行って、えー、無理やり、えー、あの時の料理を食わせると。あの時っていうのは、その、えー ボスの、ボスと、それから、ボスの、えー、妻ですね。が、ニコラス・ケイジのお店に行って、レストランに行って、えー、で、ご機嫌で帰ってきた時の料理を食べさせるというね。えー、まあ、憎い演出なんですよね。だから、そのために、特別な、えー、材料が必要で、特別なワインが必要だった。っていうね。えー、そういうことなんですよね。 えー、なんかこれも、えー、これは、えー、京国んに四万十川の鮎ですかね。四万十川の鮎、ねえー、とかいうか、なんか、えー、イワシかなんか、なんかこう、えー、幼少期のね、えー、食べ物を、えー、揃えて食べさせるというね、山越郎がやったやつですよね。 えー、そのエしてまあそのボスが、えー「豚さんは亡くなりました」っていうね <laughs> まあだからその料理食って、えー、本音で喋ってるからこれは嘘ではないっていうことでねでまあニコラス・ケイジも泣くは泣くけど、えー、なんんですかね必要な暴力とか必要じゃない暴力はしない。 必要じゃないことはしないだからやってもしょうがないことはしないって、まあ、悟りきった貝原優さんですよね。でまあ、えー、山奥に戻ってってで、えー、最後、えー、これがね、まあ、多くは語られてないんであれなんですが、まあ、妻ですよね妻が残したカセットテープを聞くという話なんですよね。 その、妻が吹き込んだ、誕生日かなんかに吹き込んでくれた、えー、自作かなんかの曲、弾き語りの曲を聴くと。まあ、オープニングでこの曲を聴こうとして、やめるんですよね。そして、まあ、カマロの中で、バイヤーのカマロの中で、えー、クラシックについての、えー、クラシック音楽についてのね、えー、レクチャーみたいなものを、このバイヤーはかけていて、 まあどうやら、えー、その上流階級のね、仲間入りをしたい、その教養のために聞いてるような感じなんですよね。そのターマンの角部屋に住んでて、眺めがいいところでね、えー、一人こう、うん、なんかこう男の朝飯みたいなフレンチトーストを作ったりとかしてるんだけど、こう、 いまいちこう馴染めてない感じで、それでまあクラシックの話、レクチャーをこう聞いてるんですよね。だから、レクチャー聞くよりクラシック聞けばと思うんですが、えー、そこでクラシックの話をしてて、クラシックっていうのはもう何百年も聞かれている音楽だから間違いありませんみたいなね。<laughs> なんじゃその説明と思うんですが、 えー、そこでまあ音楽っていうのはリズムとか何とかの調和でねっていうのをこうずっとやってて、えー、まあ唯一この映画の中で言葉で説明されてる感情、エモーショナルなことだと思うんですよね。つまりこれが料理なんですよっていうね、えー、ことの料理の話を、をそのままやるとやばだからクラシックっていうね、えー、音楽の、えー、姿を借りてまあ料理の話をしてて、 結局、えー、豚さんがいたから、えー、豚さんに妻をね、固くしていたんですよね。えー、で、豚さんがいなくなっちゃって、えー、それでようやく、えー、妻の死を受け入れることができたっていうね、お話だったと思うんですよね。そして、まあ、えー ケイジがね、ニコラスケイジさんが、えー、津波の話をするんですよね。1万年前から人類は生きてるって言って、でも300年ごとに地震があって、津波が来て、30メートルクラスが来て、みんな流し去ってしまうってね、えー、言うんですよね。えー、なんで、まあ、これはだから音楽の話、音楽も何百年も続いてると。 えー、そして人類は1万年前から生きていると。そして、えー、じゃあ料理は料理はもう、えー、最初からあるわけですよね。えー、まあ最初は何もない最初は料理と呼べるものではないかもしれませんがでもなんだか肉を切ったりしないと食えないわけですからね。だから、えー、料理ってのは何なのかっていうね、えー、ことをこう このクラシックの力を借りてね、えー、言っていて、じゃあその料理は何のために食べてるのかというと、生きるために食べてるんですが、それはやっぱりこの愛するものとね、えー、一緒に食べるっていうね、まあ、愛の話だったんだなっていうことがね、えー、最後ね、あのカセットテープを聞くことによってね、えー、わかるっていう、まあ、この、 オチなんですが、最近見た、えー、ザルドスっていう映画が今 4K リマスターで、えー、またリバイバル上映されてるんですが、これと全く同じだったんですね。話の運び方とかがね。なんで、まあ一緒に話そうかと思ったんですが、まあザルドスの話って、 トピックの話をね、一緒に聞くと、わけわかんないと思うんで、それはまた別の動画にあげますんで、まあ、ぜひね、えー、概要欄から、えー、チェックしていただけると助かります。では。